すいません、ちょっと冷や汗かいたわ今ので。やばいやばい、冷や汗かいた、焦った。よし、ちょっと待って、熱い、待って、今ので超冷や汗かいたんだけど。はい、皆さんこんにちは、お元気でしょうか。あ、なんかこの、あれあれあれ、皆さんこんにちは、お元気ですか。はい、私も元気です。最近は皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと待って、暑いわ今ので、めっちゃ。はい、まあね、イベントがあったりとかして、あのビスさんとかのねイベントがあったりとかして、なかなかそのショールームにあまり来れなかったんですけれども、あ、まあ見てはいましたけどね。はい、久々の配信となっております。ちょっと待って、ハゲてるみたいになっちゃった。暑い暑い暑いよ今の、超焦った。はい、あんにょ、あ、あにゃせよ。あ、そっくん、韓国語昆布했어요。아잠깐만요。아ちょっと待って、これどっちにさ、あ、待って待って、これイヤホンする。すいません。今なんかちょっと切れちゃって落ちちゃいました。でちょっと韓国語を勉強したので、ちょっとだけね。新しい私の韓国語を聞いていただきたいなと思います。요즘살ちょっと書いたんですよ。요즘살찐고같아서아자친구잘친구같아서다이어트해야는데진짜배고프다 もう一回言いますね。요즘살찐것같았어 요즘살찐것같았어다이어트해야하는데너무배고프다。はい、これ日本語にするとですね、最近太ったからダイエットしなきゃいけないんですけど、お腹が減りましたと言いました。はい。韓国語は難しいですね、発音が。まあ、こんなもんです。最近取得した韓国語、これです。最近はずっと料理配信でコメント全然読めなかったじゃないですか。だから久々にコメントっていうか皆さんと話す配信に今日はしました。この前ね、お魚切ってる配信でジュリナさんがいらしてて、私それ本当にもう終わる直前に、配信が終了する直前に知りまして、でもこんな、そんなことがあるのかと自分に何度も問いかけました。そんな、なんかもう超大先輩が、超大先輩が私の配信に見に来てくださってて、しかもコメントまでしてくださっていたのにもかかわらず、そう、全く気づかずに、何もコメントをせずに、もうジュリナさんがいなくなっちゃって、もう最後の最後に気づくっていうことあってはいいのかと、あってならぬことだと思いまして、さすがに私ジュリナさんの連絡先持ってなかったんですけれども、
わざわざ、わざわざっていうかもう本当に、はい、おこがましいですね。カトミナにもう教えてもらって、連絡しました。連絡させていただきました。もう本当に申し訳ないですと。それでね、どんな感じだったっけな。ちょっと待ってくださいね。なんかもう本当に申し訳なかった。っていうことと、もう来てくださって嬉しかったですっていうことですね。言ったら、全然大丈夫だよ、みたいな。配信面白かったよ、ありがとね、みたいな。なんかありがとう、みたいな感じで、もう神様じゃないですか。だからなんか、神様説、とくわ。ジュリナさん、神様説。あ、ちょっと待って。誰が、説をさ、立証するの？いや、なんか待って、最近さ、人と喋んないから、全然。喋るペースめっちゃゆっくりになってますね、私。この前とかも友達と電話したんですけど、もう、お互いカミカミ。みんなも、お仕事とかもお休みの学生とかも、そうなんじゃないかな。喋るのって難しいよ。え、なんかもともとめちゃくちゃ苦手だったけど、喋るの。苦手だったけれども、難しいです。最近もっと感じます。言葉忘れたっていうより、もう出てこない。不自由。日本語不自由。間違いない。あ、でね、全く話は変わるんですけど、ビスのイベント、皆さん、お疲れ様でした。あ、私はやってないんですけど。1位が日向で、2位がみなで、3位がタルチで、まあ、4位から5位から5位までってある中で、すごい、めっちゃ感動したの、私。なんかさ、最後の時間で、なんかメンバーがもうさ、まあ、大体さ、ショールームのイベントって、私出たことないから、そういうなんか、本人たちのあれはわかんないんだけど、そう、ショールームのイベントって最終日とかってみんなボロボロに泣いてるじゃないですか。私が思うに、特に、中井とか、いや、ビスのやつは出てなかったですけどね。中井とか、荻野とか、出てたらね。あと、タロチとか、よく泣いてるイメージがあったんですよ。で、なんでこんなみんな泣いてるんだろうなって、ぶっちゃけ思ってたんですね、前まで。だけど、そのビスのやつは結構見てたんですよ。なんかみんな、あ、この順位なんだとか、あ、今配信してるんだ、頑張ってるなとか。そう、そしたら、なんかね、感動した。こればっかり、ショールームのイベントってすごいなんか感動しますね。まあ、いろいろな意見があると思うんですよ、もう。有料のやつ使ったら、それ、だろう、みたいな。でもなんか、それ、なんていうの？お金とか、そういう話になっちゃう人もいるじゃないですか。でもなんか、それ以上にさ、なんか、そのファンの人とメンバーへの思いみたいな、もうこういうこと、こういうことね。え、伝わるかな？こういうこと。それがなんかめっちゃ泣けた。めっちゃ泣けた。メンバーとファンの人の、なんていうんですか、絆というか、それがめっちゃ泣けました。俺もあんなに真剣に参加すると思わなかった。ねえ。私もすごい見入っちゃって、最後とか1時間ぐらいみんなの見てた。回ってた。ちかなちゃんとか、ちかなちゃんは泣いちゃってて、タロチも泣いてた。で、ミナはなんか最後の最後に泣いてて、で、ひなたはずっと、さすがですね。もう泣いてない。涙は見せないかったけど。見てて思いましたね。はい。理解するの遅くね。いや、それな。ショールームイベントってね、すごいんだね。すごいよ。すごいしか言えないの。だからもう人と喋ってないからさ、いやもうもともと語彙力全くない方なんだけど、ってか全くないっていうかもう限りなくゼロに近いんだけど。え、あとね、人と話してないからね、すごいなんか喋ってても息継ぎが足りない。わかるかな？え、ごめんなさい。ね、わかりますか？なんかさ、疲れちゃったってなっちゃう。
すごい喋ってたら喋ってただけ息が出てくから、なんか肺がこんなになってって、もう疲れちゃうよ。あ、ね、てかさ、これも言いたかったんだけど、ショールームで。私、あんまりショールームしないじゃないですか。なんでかっていうと、あんま一人で喋れないじゃないですか。それが、なんか、申し訳なくて、あんまりショールーム、活用あんまりできてないんですけど。え、これはね、言いたかったの。髪めっちゃ伸びたと思わない？ ここら辺、跳ねてる。髪めっちゃ伸びたんですよ。でね、なんか、にさ、赤入れてた部分あるじゃないですか。それがここから下なんですけど。ほら。めっちゃ伸びた。髪きれいね。ありがとうございます。もうでも雨とか降るとさ、パッサパサじゃん。だからもう最近はもうね、髪の毛にワセリン塗ってます。ワセリン塗ってもう、保湿してる、髪を。だからきれいに見えてきたかも、最近。嬉しい。ありがとうございます。いや、結構伸びたんですよ。メンバーとの電話。ええー、ちょ、待って、でもこんなお昼にさ、出る人いる？出てくれる人いるかな？じゃあ、まず、ミナにしてみますね。ミナにしてみます。え、出てくれるかな？待って。見て、あ、じゃあ電話してみます。寝てそう、本当に？ 1 時50分だよ。出ないかも。電話してます。加藤美奈に。え、出ないわ。えー、出なかったです。ええー、起きてるとは思うんですけどね。起きてるとは思うんですけど、出なかったですね。びっくりだよ、これは。え、なんかさ、これさ、話したかったんだよね。え、もう話したっけ？話したかもしれない。でももう一回話したいんだけど。私、今めっちゃ主婦なんですよ。めっちゃ主婦なんですよ。だからなんか、いつも平日は朝6時に起きて、朝ごはん、家族の朝ごはんと、お昼のお弁当を作って、持たせて、生かして、で、まあ、お昼は自分で、お昼ごはんパパッと適当なの作って食べていて、で、夜ごはんも作ってるんですけど、なんか最近のね、私の、得意料理が、煮物。すっごいモテるよ、これ。煮物はモテるよ。煮物ですよ。なんか、筑前煮とか、かぼちゃの煮物とか。あと何作ったっけ？あー、名前出てこない。でもね、肉じゃがとか。あとあれ、サバの味噌煮とか。これめっちゃモテるよ。これマジでも、え、あと、私が一番、え、この料理はマジで美味しいと思ったのが、ピーマンの丸ごと肉詰め。そう、なんかさ、肉詰めピーマンあるじゃん。あれの、丸ごとバージョン。あ、すいません、ちょっと。もう喋ってないから自分で音楽作っちゃった。はい、肉詰め。そうです。あれは美味しいですね。はい。皆さんもぜひ作ってみてください。今度ね、配信でも作りたいなと思ったんですよ。でもなんか、なんていうの？私、お昼頃に結構作っちゃうんですね。夜ご飯とか。で、まあ夕方にも、でも6時には絶対夜ご飯を食べてるので、そう、6時からご飯なんですよ。夜ご飯。だから、その前には作っちゃうから、みんなお仕事じゃないですか。そうなんですよ。はい。だから、ちょっと、考えます。
あ、今テレワークだから。わー、進んでるなー。すいません、リフレ。違って、今のおかしいやろ。おかしかったよね、今。進んでるなーってビブラって言っちゃった。ミャオさんに電話。いいよ。え、出てくれるかな？え、千織さんは？でも、ミャオさんってめちゃくちゃ、いやいやだって言いそうだけどな。返信早いんですよ。早いときはめっちゃ早いの。ミャオさんって。遅いときはマジで遅いんですけど。いや、これ悪口じゃないです。だって私、もうめちゃくちゃ遅いって言われるんですけど、言われるんですよ。そうなんです。だって返事が来ないからな。すごいよ、この配信中。3人にも声かけてますからね。あ、来ないかも。返事が来ないです。え、みんな寝てるとかありえる？この時間。さすがに起きてるっしょ。さすがに起きてるよね。え、みんな最近私メイク濃いと思いません？私もそう思います。これやばいよね、これ。自分で書いてんだよ、これ。やばい。あと、ここやばくない？あ、見て、ネイル変えたんだ。あ、メールで言ったか。え、帰ってこない。え、思うでしょ？これやばいよね。あと、これとさ、アイラインもめっちゃ長いんだけど、見てよ、これ。これ見て、これテレビ見える？じゃなくて。ね、今、アイドルじゃないじゃん。なんかさ、思うんだよね。日向の配信とか見てるとさ、すごいアイドルじゃないですか、日向って。そうなるわ。ちょ、やってみよう、やってみよう。やってみよう、やってみるわ。はい。待って。笑っちゃダメだよね。自分で画面見ないようにすればいいんだ。ちょ、靴下で隠します。隠してますね。日向は、最近お料理してます。例えば、ハンバーグ。どうですか？これ結構割と日向じゃない？え、似てるやろ、これに関して。あ、この喋り方がダメなの。似てますよね、皆さん。今日は抹茶のアイスとチョコのアイスを2つ食べちゃいました。あ、2ってやったからピースにしちゃおう。ひなためっちゃ首ゆるいから。だこれ言いたくない。違う？違います？これ。やめて。いやでも本当に日向はね、マジアイドルなので、それを真似してるんです。え、だから、ちょ、食べるわ、なんか食べる。あ、じゃ、ちょっと待って、やって。ティッシュでいいですか？ここにティッシュあるんで。いただきまーす。これアイスね、アイスだと思って。食べて。もう一回いきます。あ、首が緩くて。首が座ってなくて食べれない。ちょっと待って。これアイスですよ。これアイスですよ。これアイスですよ。れ？ねえ、これやばいよ。これやばいよ、怖いよ。ああ、冷やすかいてきちゃった。怖いよ。ああ、焦げた。どうだった？これ。これどう？見てるみんな的にどう？ 首やばいからはやばい。バカにしてないですよ。え、逆にバカにしてると思ったんだ。
お、あ、びっくりした。はい、これは本当に秘密にしてください、皆さん。ちょっと懐かしいわ。じゃあ、ひなたに電話して。ひなた、おか。あ、ちょっと待って、おかって言ってた。ひなたね。でも、ひなた、はい、言いました。帰ってくるかな。本間さんは怖いよ。やばいよ。あ、やばい。てかさ、すごい今、ひなたに連絡したんですけど、私もう30分配信なので、あと5分しかないんですよね。ひなたにぶたれるよ。もう、ぶたれるぐらいの距離で痛いわ。会いたい、みんなに。あ、え、てか、YouTube のさ、あれ見てくれましたか？マックスときあれすごかったでしょ。え、もっとねオフショットあるんですよ。ちょっと待ってね。ファンの方からいただいた、二十歳のお祝いでファンの方からいただいたあれをドレスを着て、はい、一人だけすごかったですね。だってちょっと動画編集しますね。めいっ子の顔が映っちゃってて、はい、ドレスでもう撮ったんですけど、なんか派手すぎてダメかなと思って、一応私服バージョンでも撮ったんですよ。そうで、その時のハプニングなんですけど、なんかお姉ちゃんが、一番上のお姉ちゃんが私のことをカメラでこれで撮ってくれてて、あ、バッキバキなんですけど、これやばいっしょ。そう、撮ってくれてて、で、隣にめいっ子と、その隣に真ん中のお姉ちゃんがいたんですね。で、ちょ、これ見てほしいんですけど。違う違う。一番端っこにいる真ん中のお姉ちゃんの腕に虫が止まって、で、その瞬間にやって叫んだんで、お姉ちゃんが私も飛んじゃってみたいな。自己動画なんですけど、これ超面白いの。え、でも面白さ伝わんないんだよね。はい、いきますね。あ、これきついな、この画面。面白い、面白いしよ、マジで、マジで面白いしよ。あとこれ、まあもう載せるようなあれじゃないですけど、これお姉ちゃんの、これ見えるかな、見えます、見える、いやー、はいはい、これはオフ動画です、オフショット動画みたいな。はい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 、こういう感じで楽しくわちゃわちゃ動画を撮りました。はい、ということで、もうね、待って、ターンが逆のこと言わないで、誰もねえ、何も言わないで、ドレス着てたからだよ、きっと。右ターンの方が回りやすかった。あれか、あれ左か、右足掛けの方が回りやすかった。やめてやめてやめて。はい、ということで、シックバージョンもう一回見せて、じゃあ最後ですよ。ね、もう一個あったんだよね、もう一パターン。はい、で、もう一パターンありまして、めっちゃあるんですよ。もう、4時間ぐらい撮った。
必死に撮った。あ、これお姉ちゃんのカメラワークの問題ですね。おもろいから。ちげえかな。あ、カメラワークがいいね、これ。あ、姉が映る、姉が映る、危ない、危ない、危ない。なんで映ってきたんだろう、ここ。はい。あ、じゃあ、これが最後になりますね。おー、カメラワークいいよ。カメラワークいいよ。あー、これ。待って。今さ、普通にカメラワークいいよって言ってたらさ、私、これ、この動画転ぶの知らなくて。え、知らないっていうか。転ぶなんて思ってなくて、普通に話しちゃった。すいません。普通に、あーとか言って話しちゃった。はい、ということで、30分という時間ではあったんですけれども、皆さん本当にありがとうございました。あのね、今いろいろあるんですが、ひなたのモノマネをしたことはもう本当に秘密にしておいていただきたい。喋れない?秘密にしていただきたい。秘密にしていただいていきたい。あ、ちょっと待って。秘密にしておいていただきたい。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。오늘도감사합니다。バイバイ。あ、スクショして、スクショ。ネイル見せよう。はい。じゃあ3、2、1でみんなで消そう。ねえ、早く会える時間になればいいね。本当に日本語やばい。会える時期が来るといいね。ん?ちょっと待って。会える日が来るといいね。また会いましょう。早く会いましょう。バイバイ。いくよ。3、2、1、ブー!